種が落ちてました。あー、コーヒー豆みたいな種が。まあなんか一箇所、1時間ぐらいは。1時間ぐらい、そうですね、行きたい。巨大仏像行っちゃう。これ、ニルバーナ。やばい、ニルバーナ取った方がいいんじゃないの。ニルバーナ。イエーイって言って。今、素人なんじゃないのこれ。まあ観光もできないかもね。できないんだ。でも鉄棒はできないよ、もう絶対。あ、ブランコとか。おえとか。足人も近すぎて。マジで？もう時間が時間なんだ。え？行っちゃった。行っちゃったよ、もう。え？なんでそう、道を急ぐ君は。これは無理だよ、やっぱし。伏せろーみたいな。お幸せ。九州編完結。
この力の時だった。熟道やからは手腕棒だったわけですね。どういう意味ですか、しゅんさん。もうサウンドですね。はい。おかわり。はい。皆さんのおかげでございます。気をつけて。ハモリ枠の可能性。そう。多分ね。ハモリになる可能性が大。最終的には我々がちょっとおごってくれよって そう俺が育てたんだ。ユンケルンバで頑張るんだ。はいはいはい、僕たちはもうこの先もう何件でも行きますよ。いやすごい、止まんない。うわお、バシーンと勉強になりました。これオンエアですか。これハムとなるブラザーズ。いやリッター3キロとか熱いんだ。あ、また明日会いましょう。じゃあ、お世話になりました。ありがとうございます。またありがとうございます。じゃあ、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。ちょ。あ、すいません。あ、すいません。今の映像いただきなんじゃない。ガチ原爆ドームですね。からの、もう指向性が。あ、本当ですか。新しい SF に。ヒカルさんとシビットさんは自動車教習所の、合宿、16日間合宿に来た年配と若者。そう、俺もそこ、面白かったよ。私たちは泣き笑い踊り騒ぎ花開き学び合い形なき魂で分かち合い、悲しそうに苦しそうに嬉しそうに楽しそうに誰一人騙したりはしない優しさを抱き、あなたたちは温かい眼差しを絶やさないで、腹立たしさや高田が今わだかまりもいつまでも変わらない飾らない心で怒りなだめ空に掲げ光与えよう。来年